どうも、ヒデです。ウルトラマンジード見てますか？主題歌も変わってね、まあ、2番になってもう完全な後半戦に入ったわけですが、ウルトラマンジードの今回もね、装備紹介したと思います。新品で買った山田電機でね、前回このジードのロイヤルメガマスター、これをね紹介したんですけども、今回はそれと同じタイミングで購入した、じゃじゃん、ゼロビヨンドを紹介します。僕ね、ボロクソ言ってましたよ。もうこれはあのゼロビヨンドかっこいいっちゃかっこいいんだけど、まあなんかデザイン、まあ劇中のデザインも微妙かなと思ってて、しかも装備はもう超ダセえ、塗装足んねえとか思ってたんだけど、まああれあれだけど、本編見ていくうちになんかどんどんゼロビヨンド好きになって、装備もなんか店頭で一回見てダメだなと思ったりしたけど、なんか何回もいろいろ見てるうちに結局好きになって買っちゃいました。見えるかな、これいいですよ。480円プラス税で買いました。はい、Amazon より安かったのでヤマダ電機で購入しました。ということで今回もね、タグ切り儀式をしたいと思います。変顔になってなかった今大丈夫かな。はい、よいしょ、タグは取っておきます。でここでね、中にこの出っ張ったのを入れて、はい、じゃじゃーん、こんな感じ。ピントが別にね、今 iPhone で撮ってるから大丈夫なんだよね。はい、こんな感じ。こっちで見せた方がいいかな。あ、こっちの方がいいね。この方が背景がないからね。塗装はかなり省略されてて、あとやっぱ銀の部分が成型色なんで、なんか、うん、なんだろうな、劇中のあのメタリックな感じがちょっと出てないのが残念かな。この紫を成型色にして、うん、銀とかがやったような気もしないではないんだけど、ちょっとわかんないですね。まあでもよく見ていくとね、この銀もなんか、うん、なんかラメが入ってるね。ラメ入ってるし、こうなんか、うん、わかるかな、ちょっとラメ入ってるんだよね。まあモールドは入ってるんで、なんか塗装したい人はできるし、むしろ楽しいんじゃないかなと思います。ツイッターとかでも塗装楽しんでる人がいっぱいいましたね。今回ちゃんと形いいの選んだけど、まあ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 。ね、やっぱちょっと顔がね、ちょっとね、残念かなっていうのはあるけど、まあ塗装省略とかも、まあ、まあ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 。でも顔の目とかはやっぱゼロアイのこの感じが出てて、かっこいいよね。ゼロアイ欲しいんだよね。あれやりたい。変身シーンとか撮影したい。うん、なんかさ、ゼロビヨンドって腕短いイメージない？うん、なんかね、そんな感じあるよね。まあ俺それ別に嫌いじゃないんだけど、そういうの変えましたって報告ですね。これで、前回のシーンを再現できます。ロイヤルメガマスターとゼロビヨンドで、はい。ゼロビヨンドこの前負けましたよね。なんか変なロボット、ここにダダって書いてあるロボットに負けましたよね。まあこのね、塗装が途中でこう見えるかな、腕を上げると分かるんだけど、ここで切れる、これがね結構嫌いな人多いと思うんだ。この塗装がここでこうブチって切れちゃうのがね、まあ、しょうがないでしょう。うん、まあゼロビヨンド強いしかっこいいんでね。まあくるみ塗装すれば銀ですごいかっこよくなるとは思います。はい、ということで今回はウルトラマンジードゼロビヨンド、あ、そうだ、一応これ見せとくとこんな感じです。はい、裏で中は何もないで、山田電機のこれです。ゼロビヨンドの、バルキーコーラス、あー、頭の4つを全部投げるやつか。あとなんかいろんな技あるよね。こうなんか4つを覚えてなんかあるよね、劇中の。まあゼロビヨンドね、まあ今 Amazon でも定価以下で売ってるし、山田電機とかそういう電化製品を売って電気屋さんかとかでも買えるんで、うん、塗装した人は塗装して、まあこのまま遊びたい人は、僕はねこのまま遊ぼうかなと思っております。ということで人形劇とかも撮ってるんで、よかったらご覧ください。以上です。Please subscribe.